皆さんこんにちは、ファミマイチャンネルです。イエイ。今日はいろいろなヘアアレンジをママにやってもらいたいと思います。タイは今筋肉痛なので手が伸ばせません。それではレッツゴー。あいた。こんな感じで今日はさゆちゃんの髪型をいろいろちょっとアレンジしてみたいと思います。はい。リクエストにもあったんですが、ヘアアレンジとかあといろんな髪型をさゆちゃんの髪でやってほしいというリクエストがあったので、では結んでいきたいと思います。ハンバキサダコで痛い。耳カツンってやる。カツンだったね。はい、黒い T シャツだからこんな感じです。髪の毛をロスト、はい、結構伸びてちょっとね、毛先を今度切ろうかと思っています。はい、はい。これが1個目、うん、ポインテール、うん、はい、こんな感じでポニーテールができました。結構よくやってもらう髪型です。このサイちゃんはツインテールを嫌だって言ってて、全然やらせてくれない髪型なので、かなりレアです。あら、ゴムの色がさゆ違う。もういっか。はい、では前を見てください。どう？やだ、やっぱり。はい、こんな感じです。はい。ちょっとね、黒い T シャツだから見にくい。見にくいね。ちょっと白い T シャツに持ってきます。はい。はい、着替えてみました。はい、こんな感じです。似合わない。すごい、似合わないね。なんか見慣れないっていうのもあるせいか、なんかちょっと、どうなんでしょう。じゃあ次はこのツインテールを下目に結んでみたいと思います。はい。うわー、超いい。はい、ではできたのでこっち見てください。はい、はい、下目のツインテールです。いいんじゃない。そうかな。こういうのももうちょっと下で結ぶとこんな感じ。どう？似合うよね。そうかな、うん、はい、それでは次に行ってみたいと思います。みんなこないな。はい、こんな感じです。 上は編み込みになっていて、下にはどん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 三つ編みになっています。はい、こんな感じでできました。これもよくやってもらう髪型で、この一番上の高い場所に結んでもらっています。こんな感じです。今日はね、ちょっとね、暖かくなってきたので黄色いシュシュをちょっとつけてみたんですが、いつもシュシュはあんまつけないんですけど、はい、今回はちょっとシュシュをつけてみました。と、低めの位置で結ぶ時もあるんですけど、ちょっとここの上のね、高めの位置で結ぶ時もあります。はい、はい、それでは次に行きたいと思います。次は上にミッキーみたいに2つお団子をして、お団子にしてもらいました。この髪型でまだ外は出たことないんですが、サイはすごく気に入っているので、今度この髪型で外に出たいと思います。はい、そしてヘアバンドをつけてみました。これは買ったんですけど、ずっと使ってないまま置いてありました。すごい久しぶりにつけた。結構サイとしてはお気に入りになります。でここはさっきの結んだままなので、これをちょっと外すとちょっと雰囲気がまた変わるのか。ゴムを取ります。はい。おお、すごく雰囲気が変わった、うん、ちょっとここからね、そうだね、髪の毛が出るだけでも雰囲気が違って、ね、あとここをちょっとコテで巻いたりしてもいつもよりはお姉さんっぽく見えそうな気がします。はい、もういいんじゃない。すごいお姉さんになった気分なんだけど。何歳に見えるかな。はい、こんな感じのヘアバンドになります。はい、はい、次は前から見ると、はい、なんかいつものさゆちゃんなんですが、後ろを見ると横
のここの部分をねじねじして1個に留めてます。ここで、はい、ちょっと見にくいんですが一番簡単な髪型かもしれないですね。うん、ちょっとサイドのね髪の毛がこう前にかがむときに邪魔になるのでここちょっとねじねじして留めるだけで簡単にできるヘアアレンジになってます。これは楽ちんだよね。うん、楽ちん楽ちん。それでは次はよくやる髪の毛です。はい、分け目を変えないとこういうとことかがちょっと日焼けをしてきてるので、うん、茶色くなっちゃうんだよね。そう、茶色くなっちゃうので日焼け止めとかスプレーをするか、あとは前髪を伸ばして、そう、ちょっと前髪を分け目をね変えることが一番大事かと思います。あと夏は帽子をかぶろう。うん、帽子ね。はい、そしてこれはよくやってる髪型になります。ポニーテールより斜め上のところにポニーテールをしました。はい、よくさえちゃんによくやる髪型です。はい、で今回はシュシュをつけてます。で結構ね、あのピシッと目元も引き締まる感じがするし、そうそう、ね、キツネみたいなね。そう、結構楽にママも結ぶのでよくこれを結んでます。はい、それでは次はラストです。ちょっとね、はい、面白いね、変わった面白い感じです。そう、さえちゃんならではならではの感じだね。うん、それではラスト行ってみましょう。さあ、どんな髪型にするか、ここではちょっと映像はお見せしなく声だけですが、はい、せいちゃんはなんか髪にそれをやってみたかったらしいです。はい、やってずっとやってみたかった。見てる人は絶対できる、これって思うかもしれないよね、うん、こんな髪型したいの、そんなんじゃ外歩けないよ、いや歩かないよって感じ。うんうん何を言ってるの。どうでしょう、すっごい面白い一回くらいやってみたかった。ユニオンモートで近くでこう踊り手ができるっていう。以上でさよのヘアアレンジの紹介を終わりたいと思います。それじゃあいくよ。それじゃあバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。こっちとこっちの動画も見てね。